まずは関東人競技さんからの質問。500人おめでとう、ありがとうございます。1、関東地方に行ったことはありますか？自分はまだ行ったことがないので、いつかは行ってみたいです。2、関東地方で好きな路線はありますか？主に総武本線や小田急線が大好きです。2番目は飯田線民の工業高校生よしきさんからの質問。チャンネル登録者数500人おめでとうございます、ありがとうございます。1、友鉄さんの地域で好きな駅はどこの駅ですか？愛の風富山鉄道線や北陸新幹線、 JR 高山線、富山地方鉄道線などが乗り入れる富山駅が好きです。2、好きな特急電車は何ですか？JR 北陸本線を走る特急サンダーバードが好きです。3、好きな寝台特急は何ですか？もちろん北陸本線を走っていた寝台特急トワイライトエクスプレスです。これは質問ではないのですが、飯田線に来たらぜひコラボしてほしいです。もちろんコラボいたします。近いうちに訪れたいです。3番目はしぐれにさんからの質問。おめでとうございます、ありがとうございます。1、なんで YouTube を始めた？もともとこのアカウントはコメント用に作ったのですが、自分も人々を楽しませる動画を作りたいと思い YouTube を始めました。2、一番好きな N ゲージ。一番好きな N ゲージは681系ホワイトウィング編成足すスノーラビット編成の特急ハクタカです。3、今欲しい N ゲージは？自分は長野県を走っているしなの鉄道の SR1 系と飯田線を走っている313系の1700番台が欲しいです。4、チャンネル登録者1000人の自分に向けて一言。動画制作エンジョイしてる？これからも頑張ってください。頑張ります。4番目はハカシャンさんからの質問。おめでとうございます、ありがとうございます。質問です。いつ N ゲージを始めましたか？自分は小学校3年生の時のイベントでとある方から教えていただいたのが始まりです。最初に買った車両は何ですか？最初に買った車両は中学1年生の時に購入した W7系北陸新幹線4両です。5番目はジュッキートレインズさんからの質問。おめでとう、ありがとう。クエスチョン1、 JR 各社の好きな車両は？ JR 北海道はキハ183系が好きです。 JR 東日本では東北新幹線を走る全ての車両 E353 系、E259系、E217系、E233系が好きです。東海では L700系、313系、HC85、315系が好きです。西日本では521系、225系、681系、683系、281系が好きです。四国では2600系、2700系、8000系、2000系が好きです。九州では883系、787系、783系、813系、そして湯布院の森が好きです。貨物では EF510 と DD200 が好きです。クエスチョン2、自分が思う一番の名列車は？自分は JR 東海のリゾートライナーが一番名列車だと思います。クエスチョン3、好きな車内チャイム王は、駅メロは？クリクロマンやワイドビューチャイム、ふるさとの空が好きです。クエスチョン4、新幹線に乗るとき速達、準速達、各駅停車のうちどれに乗りたい？自分は準速達に乗りたいです。クエスチョン5、木更木駅の噂は信じる？自分はあまり詳しくはわからないので信じないということでお願いします。6番目はごく普通の暇つぶしさんからの質問。北陸線の経営分離の時は何をしますか？普通列車を乗り継いで敦賀まで撮影に行きたいです。愛の風富山鉄道の全ての駅に行ったことはありますか？まだ自分は全ての駅に行ったことはありません。イスルギと福岡、西高岡、高岡、
小杉、富山、東富山、魚津は行ったことがあります。7番目はシナの13さんからの質問。改めておめでとうございます。ありがとうございます。1、今旅行に行くならどこに行きたいですか？自分は長野県に行きたいです。理由は JR 飯田線やシナの鉄道線などに乗車し、いろんな方々とコラボしたいからです。3、関西私鉄だとどの会社が一番好きですか？自分は近鉄が好きです。4、今年のチャンネル目標は？登録者数1000人達成と、いろいろな YouTuber の方たちとコラボしたいです。8番目は七尾線の鳥鉄さんからの質問。質問、北陸新幹線敦賀延伸についてどう思いますか？自分は賛成です。しかし関西方面に行ったり、関西方面から北陸に行ったりするのには不便になってしまうので、 IR 線内やハピライン福井線内に何か快速列車などの速達列車を設定してほしいと思っています。9番目はテラさんからの質問。質問、神奈川県に遊びに来たことありますか？まだ自分は神奈川県に遊びに行ったことはありません。もし神奈川に行くとしたら、横浜を訪れたり、いろいろな私鉄に乗ったりしたいです。特に京浜急行電鉄にはすごく乗りたいです。ご視聴ありがとうございました。これからもトモテツチャンネルをよろしくお願いします。